三十一番と三十二番のペアは簡単に覚えられます。決まるは自動詞です。決めるは他動詞ですが。決まるの可能形と同じ形です。では、例を見てみましょう。 来月の出張が決まった会議の時間を決めたいと思います。33番34番35番は「始める」「帰る」「割わる」 です。33番は他動詞始めるです。その他動詞は始まるです。練習を始める。映画が始まった。34番は自動詞。 帰るです元の状態に戻るものが元の持ち主に戻ってくるという意味です例えば忘れ物が帰ってきたまた帰るは反応するという意味もあります例えば答えが 帰ってきた帰るは自動詞です他動詞は返すです35番は割るですこれは他動詞ですお皿を割る第3課では 割れる。を勉強しましたね。割れる。は自動詞です。ガラスが。割れた。四十六番の。濡らす。は他動詞です。濡らす。は水で濡れるようにする。という動作です。例えば。 ハンカチを濡らす。濡らすの自動詞は第1課で勉強した単語です。なんでしょうか。はい。 ぬれるですねこの本は雨にぬれた